はい、皆さんこんにちは。はい、今回はデラックス火炎拳劣化サウンドアップデートエディションアテクジを作りました。イエーイ、嬉しい。うん、ということで今回のアテクジの一等はもちろんデラックス火炎拳劣化サウンドアップデートエディションになります。すっごいかっこいいね、ハルくん。うん、欲しい？欲しい。じゃあ頑張って当ててね、ハルくん。この他の景品は2等に仮面ライダーセイバのお面を用意しました。3等はデラックス最優ジャーニーワンダーライドブック用意しました。そして4、5、6は仮面ライダーチョコを用意しましたんで、大当たりシールをね狙って開封していきたいと思います。最後7等は食玩ワンダーライドブック第4弾のヘンゼルナッツとグレーテルのワンダーライドブック用意しました。ということでハル君はどの景品を狙いますか？ケヤカどれ？あ、ハルくん持ってるじゃん、もういらないね。うん、そして抽選方法はね、こちらのくじをめくってってもらいます。当たり番号が出たら景品ゲットになるんで、頑張ってね引いてってください。はい、今回のチャンスは景品が7個あるんで7回いけます。え、うん、7回ね。それでは早速くじ引き始めていきましょう。うん、まずは1枚目めくってみてください。はい、お、6等おめでとう。仮面ライダーチョコだね。じゃあね、当たりシール出てくるのか開けてみてください。出てきてほしいよね、そろそろ。はい、残念、大当たりシールはありませんでした。それじゃあね、2枚目めくって。おー、すごい、おめでとう、ハルト、すごい。どれ1等？火炎拳劣化。やったゲット、ハルくん。デラックス火炎拳劣化見事ゲットしました。いいね、開けたいね、楽しみだね。うん、それじゃあね、3枚目まくってみてください。はい、残念、戻さない戻さない。じゃあね、4枚目めくってください。はい、覗かない覗かない覗かない。4枚目めくって。はい、あ、4等おめでとう。はい、それじゃあね、大当たり出てくるのか開けてみましょう。あー、はい、残念でした。ハルくん、5枚目めくって。やっぱ早い。残念。それじゃあ6枚目めくってください。やっぱ早いか。それ、あ、おめでとう、3等すごい。3等どれ？あー、で、じゃあよかったじゃん、ハルくん。見事3等のデラックス最優ジャーニーワンダーライドブックゲットしました。やったね、ハルくん、すごいじゃん景品。それじゃあラスト1回になりました。7枚目めくってみてください。そこ、どこ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 、それが欲しいの。おめでとう。なんかちょっと悪いことした匂いがするんだけど、大丈夫？うん、見たの？うん、また見たかい。もうしょうがないから2等取ってください。はい、おめでとう。いいよ、かぶって。お、かっこいい、ハルくん。めちゃめちゃいいよ、剣持って、それで変身ってできるよ。剣持って持って。じゃあ、じゃあ、じゃあ、仮面ライダーセイバーのお面いいね。うん、じゃあ今日から君がセイバーだ。なんでガーってなりたかったんじゃないの？なりたくなかった？うん、セーバーがつまみ食いしてる。セーバーで食べるんだ、食べ物。うん、じゃあいい。仮面ライダーセーバー助けてー。あー弱そうだね。はい、じゃあね、ハルくん、ゲットした景品開けていきましょう。うん、じゃあパパが火炎拳劣化開けるから、ハルくん最優ジャーニー開けてね。
そうなん、うん、剣から開けていく、うん、よいしょ、おー、いい火炎剣ですか、かっこいいね、やっぱり、うん、やったね、ハル君、火炎剣劣化2本になったね。エンブレムもね、サウンドアップの方が少し変わりました。クリアカラーじゃなくなってるんだね。でもクリアカラーの方がかっこいいな。どっちかといえば。箱から出しました。入ってたのがね、デラックス火炎剣劣化と SD カードが入ってました。SD カードにね、ダウンロードして更新していけば、音声がね、変わっていくっていうことなんで、ほんとね、妖怪ウォッチと全く一緒。ということで、こちらの SD カードに音声をね、ダウンロードして、更新してみたいと思います。どんな音声がなるのかな？今ね、専用ウェブサイトからダウンロードしてきました。それではね、マイクロ SD カードを火炎剣劣化に挿して、電源をね、オンにしてみましょう。いくよ。とある更新データを差し込むとき、剣士たちの魂が剣に宿る。更新を始める。電源は切らないでくれ。更新完了だ。え？はい、ハルくん。マイクロ SD カードを抜いてくれ。はい。ハルくん、ついに更新できたよ。じゃあね、電源をオフにしてマイクロ SD をね、抜き取ります。はい、抜き取ったよ。火炎剣劣化。よろしくね。そんなになるの？すごっ。ハルくん、めちゃいいの買ったね。うん、よかったな。それではね、火炎剣劣化のサウンドアップデートエディション音声聞いてってみましょう。今ね、抜刀した状態でトリガーを引いて音声聞いてみました。それじゃあ抜刀する前の音声をね、聞いてってみましょう。俺がみんなを守る約束だ。確かに本には世界を変える力がある。これが俺の戦う力、みんなを守るための力、俺の剣。物語の結末は俺が決める。ブレイブドラゴン1冊使って音声聞いてみましょう。変身！それではね、ライダーキック必殺技。必殺ドクタードラゴン必殺撃ファイヤー襲撃だ。抜刀必殺技。ドラゴン必殺撃ファイヤー火炎十字だ。
次がリード必殺技。ざっとね、火炎拳烈火の音声を聞いてみました。次はね、水星拳流れを使って音声聞いていきましょう。まずはね、トリガーを引いてみます。トリガーをね、長押しするとまたセリフが変わります。それではトリガーを長押ししてみましょう。剣士の誇りにかけ、世界の均衡は僕が守る。ライオンワンダー、見ててください。これが相性のいいワンダーライドブックの使い方です。次はね、セリフ音声をね、聞いていきましょう。本を守り、世界の均衡を保つことが僕らの使命なんだ。大丈夫、安心して。なぜなら僕がついていますから。ここは任せてください。戦い方を見せます。この水星拳流れに誓う。僕が必ず世界を守る。僕は僕を絶対に諦めない。強くなる。必ず師匠の仇を取る。僕も剣士失格ですね。師匠で動いてしまいました。剣とは仲間で家族ですから。斗真君じゃなきゃダメなんです。剣とは15年間の思い、決着をつけるつもりです。次はね、ライオン戦記ワンダーライドブックを使って変身してみましょう。行くよ。次はライダーキック必殺技。抜刀必殺技。そしてリード必殺技。ざっとね、水星拳流れの音声をね、聞いてみました。次はね、雷鳴拳イカズチ使って音声聞いてみましょう。それではね、トリガーを引いた時の音声聞いてみましょう。長押し。なんで裏切ったんだよ父さん。俺は俺の思いを貫く。お前は俺の全てで倒す。どんなことをしてでも絶対に倒す。それではね、抜刀してない状態でのセリフをね、聞いていきましょう。奴らが何をしようが俺に迷いはない。もう俺に迷いはない。なんでお前がカリバーなんだ。父さんはどうした。決着をつける。俺たちのこの約束の場所で、上条大地、お前だけは絶対に俺が倒す。まだだ。命に変えても必ずお前を倒す。父さんのためにも、凛太郎のためにも、斗真のためにも。次はランプド・アランジーナを使って変身してみましょう。変身。三日抜き抜刀変身。ランプド・アランジーナ。三日抜き一冊。ランプの生徒、
雷鳴剣イカたちが交わる時、稲妻の剣が光り輝く。次はライダーキック必殺技。抜刀必殺だ。必殺ドクター。イカたち抜刀アランジーナ必殺斬りサンダー。トレーノデストローだ。それではリード必殺だ。感じで火炎拳烈火サウンドアップデートエディション音声をね確認してみました。まだまだね2冊3冊とねワンダーライドブックを増やしていけば音声が変わっていくんですけど、今回はね割愛させてもらいました。皆さんもね気になった人はねいろんなねワンダーライドブックを指してね必殺音が変わるみたいなんで、ぜひね確認してみてください。もうね全部の音声をね聞くのが大変なぐらい収録されてましたね。ね、今回の動画がね少し長くなっちゃったんで、こちらはね次回の動画でね音声を聞いてみたいと思います。ということで、裏切ったのかい、ハルキ裏切ったのか、いや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 こんな感じでね今回は終わりたいと思います、はい、それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。